ご視聴いただきありがとうございます。朗報、久保建英さん移籍先の確率発表。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。そこで今回はアーシと一緒に朗報、久保建英さん移籍先の確率発表、この件に関するネットや海外の反応を見ていきましょう。このチャンネルではアーシと一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。久保の移籍先の確率間取り、 90% マンシ、 5% リバプール、 4% バルセロナ、 1% ネット民の声。ソシエダ残留は何パーセントくらいあるだろうか。久保がソシエダに当面は残留する意思があるのなら、今季始まる前、遅くとも昨年のうちには年俸アップとともに契約延長のオファーに応じるか、少なくとも解除金引き上げに応じてるでしょ。つい最近ソシエダの会長が竹の契約更新について聞かれて、竹とは契約したばかりでまだ慌てて動く時期でもないし、もう少し様子を見てみよう的なこと言ってたよな。とりあえずソシエダはまだ更新オファーはしてませんよという体だろうな。更新考えるにはまだ早いし、別に急ぐ気はありませんというのはポーズで、実は時期を逸して手が出せなくなってしまったとか、そんな感じなんかね。竹はステップアップの機会があればやっぱり迷わず行くんやろな。冬移籍ないから今はオファーしないだけの話で、シーズン終わりにはまた絶対交渉あると思う。今の調子で終わったらどの道らレアルには交渉の余地なく久保の決断次第やろうけど、ほんまこれ。だから同じくメリーノは危ういよね。オヤルは絶対残る。スビメンも残りそう。ま、移籍は何が起こるかわからんけど、本格的に楽しむのはシーズン終わってからやね。変なとこに移籍するくらいならソシエダ残留も 20% くらいあると見てる。レアルと他のクラブ行く可能性は俺のイメージでは半々くらいかな。まあ移籍なんてのは土壇場でどうなるかわからんからな。エムバペなんかその典型、いろいろ憶測してもまだ早いわ。ロマーの方が炸裂してから真剣に考えるわ。まあ本人が22歳までには CL 出場の経験が必要だと期限を区切って強調してた理由は、23歳には予定通りフィジカル完成させて目がクラブで勝負する準備を整える意思があるからでしょ。とりあえず一流のアスリートはあらかじめ人生のタイムテーブルを考えてるから、いずれはマドリーなんだろうけど、まだ若いし何年ばかりプレミアがガバガバなことを証明しに行くのも面白い。今やらリーガの宝石の一つになった久保、将来バルサに行かれるリスクはらんでるプレミア移籍なんか許さんと思うけどね。ラレアルが CL 逃した時点で残留はないし、ライカマンユーに移籍して名門復活のアイコンになってほしいな。背番号は役立たずから10番を取り上げてくれ。ソシエダには代わりにアントニーあげるからちょっと安く買うんだ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。